お名前を教えてもらえますか。矢野と申します。出身地は島根県です。イントラ歴は25年。はい、今まで一番良かったところっていうのはどこかありますか。はい、やっぱケラマ諸島ですね。ケラマ、はい、はい、じゃああとお客様に一言お願いします。ケラマのご案内してますので、ぜひ、皆さんもお越しください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ウィンクパルク沖縄船長の新井貴子です。よろしくお願いします。出身地はどこですか。出身は愛知県です。愛知県。インストラクターですか。15年目です。15年目。ダイビングで今まで行った一番良かった場所とかありますか。ほぼほぼケラマなんで、ケラマの中になっちゃいますけど、やっぱり黒島です。得意な分野ってありますか。マクラっていうか、全体的に好きなんで、小さいのも大きいのも大好きだから全部。最後にお客様のところで何かありますか。戦闘歴はまだ短いですが、立派な大きなワクサル号の戦闘です。皆さん安全にケラマへ行って帰れるようにしっかりと運転していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。古井由美幸と申します。はい、出身地はどこですか。くまモンのいる熊本県です。熊本いいしね、インターレッキは18年です18年。じゃあ今まで一番行ってよかったなと思ったところはどこですか。はい、ケラマです。ケラマ、はい、はい、それではお客様に一言お願いします。パルス沖縄はお一人様からも楽しく参加できますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、待ってます。ありがとうございます。いいですね。はい、成田このかです。はい、出身地どこですか。出身地は千葉県です。はい、イントラ歴はもうすぐ1年になります。おっと、もうすぐで1年。はい、これからですね。じゃあ今まで一番良かったところケラマ諸島も良かったんですけど、私は三宅島も良かったなと思います。三宅島、はい、皆さん三宅島もいいそうですよ。はい、それではお客様に一言お願いします。はい、少しでも興味がある方はぜひぜひ遊びに来てください。待ってます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。まみつかまさきです。はい、出身地どこですか。出身地栃木県です。栃木県イントラ歴は。イントラ歴は今年で7年目ですね。7年目。今まで一番良かったところありますか。ケラマ以外だと、与那国島が結構すごかったですね。与那国、はい、有名ですね。はい、じゃあお客様に一言お願いします。ダイビングはもう泳げなくても、初心者の方でもね、楽しめますので、もともと泳げなかった人がいるので大丈夫です。あ、そうです。はい、泳げなかったです。なので、ちょっとね、皆さん、一回はね、やってみてください。はい、ありがとうございます。川久保ひとみです。出身地どこですか。愛知県です。愛知県。イントラ歴は4年ですか。はい、はい、4年。じゃあ、今まで一番行ってよかったなと思ったところってどこですか。やっぱりケラマです。ケラマ。はい。はい。じゃああとお客様に一言お願いします。待ってます。はい。じゃあ待ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい。小谷康子と申します。出身地どこですか。熊本です。熊本。熊本。熊本の熊本です。ダイビング歴は。ダイビング歴は5年くらいだと思います。じゃあこのダイビングで得意分野とかありますか。得意分野は、得意かどうかわからないんですけど、好きな潜り方が水中マクロ、小さいものを取る。おー、マクロ。フォトダイビング。おー、すごい。じゃあね、今までダイビングで行って一番ここ良かったっていうところありますか。では最後にお客様に一言お願いします。一言、そうですね。
ダイビングダイビングを、はい、ぜひ慶良間諸島に皆さん行きましょう。お待ちしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。広桃香と言います。はい、出身地どこですか？東京都町田市です。東京、はい、インストラクター歴何年ですか？インストラクターは3年目になります。3年目。はい、得意な分野ってあります？ビギナーの方ののんびりフォトダイブが得意です。おビギナー向け、いいですね。はい、始めたての方は。あ、なるほど、そういうの任せてください。じゃあ今までダイビングで行ったところがここ良かったっていうところ。沖縄本島北部にある氷島の、USS エモンズっていう沈没船が、はいはいはい、一番いいですね。ああ、大好きです。なるほど、はい、ちょっとここ潜ってみたところですね。そう、じゃあ最後にお客様に一言お願いします。はい、普段は慶良間諸島に、ツアーに行ってるんですけれども、本島もいろいろいいポイントありますので、うん、ぜひ慶良間諸島方もちょっと間に挟んでみてはどうでしょうか。ぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ジーズパルス沖縄さんの質問コーナー。ライセンスはどこまでのランクが習得できますか？今日は番数で長いライセンスをいただいて、よろしくお願いします。